はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。ギガモンデスタムーアの心が S4 つ分揃いました。これまでの討伐数や各ランクのドロップ数などを見ていきたいと思います。はい、ようやくですね、ギガモンデスタムーアの心が S4 つ分揃いました。討伐数なんですけれど、はい、モンスター図鑑出ておりますように57匹と、なっております。で、まあその間ですね、直 S が全くなかったわけでございます。他のランクの心としては、はい、A が10、B が10、C が13、D が30ということで、まあ心の数合計63で、討伐数が57で、まあ合わないんですけれど、まあこれはですね、デスタムーア、討伐していくと、途中でですね、報酬として心がね、もらえますので、まあその分、まあ差が出てくるということになります。はい。ということで、まあ工房の方に行ってですね、S の心をですね、まあ、グレードアップで作っていきたいと思います。ということで、今ね、グレードアップ画面。まあ、とりあえずまず S を1個作っていきたいと思います。ということで、ここをね、グレードアップ見届けていきたいと思います。このね、ギガモンの心はですね、A が4つで、S にグレードアップできます。というわけで、とりあえずね、魔王デスタムーアですかね。はい、こちらの心 S を見ていきたいと思います。最大 HP100、まずコスト134で最大 HP111、力が99ということで、まあ、この辺はまあまあかなと。身の守り66もまあ普通ですかね。で、素早さ、器用さがそれぞれ125、126ということで、ちょっと見にくいですけど、はい、まあ、この辺はね、青い心ということで、レベルが高いところになっております。で、特殊効果なんですけれど、全属性ダメージ 3%、あとはメラ属性ダメージ、ヒャド属性ダメージがそれぞれ 5%、ジバリア属性ダメージが 4% で、すべての状態異常成功率が 5% となっております。まあ、なかなかね、使う機会はそれなりに、まあ、ないことはないのかなと思いますけれど、はい、このね、ギガモンのデスタムーアは、まあ、さらに覚醒ということでですね、はい、まあ、覚醒できると思います。というわけで、まあ、早速もうここでね、覚醒の方、やっていきたいと思います。まあ、これはね、宝珠が3つあればできますので、すでに揃っておりますので、覚醒していきたいと思います。はい。というわけで、はい。まあ、これもね、見ていきたいと思います。コストがね、覚醒前と変わらず134で、最大 HP122 で、力が115と、まあ、これ、結構上がってますよね。身の守り72も上がってます。で、まあ、そうですね。あとは素早さ、器用さなんですけれど、それぞれが138と、まあ、器用さちょっと見えないですけど、149ということで、まあ、トップクラスですね。まあ、器用さ、ブレス、使うときに、まあ、これで、ね、ブレスのダメージと関わってくるので、まあ、この器用さ高いというのは、ブレス使う上で重要になってきます。あとはね、特殊効果なんですけど、ブレスダメージプラス 4%、全属性ダメージプラス 6% で、さらにメラ属性ダメージプラス 10% となっております。はい、ヒャド属性ダメージプラス 7%、ジバリア属性ダメージがプラス 6%、そして全ての状態異常成功率 10% ということで、はい、かなりね、強く、なっておりますので、まあ、ブレス使うときっていうのはね、これはもう一番強い心になってくるかなと思います。まあ、覚醒の心なんで、まあ、一つしかね、手に入れることは、まあ、できませんけれど、まあ、とりあえずこれは、一応ね、イベントでゲットできる心として、まあ、ぜひですね、取っておきたい心になります。というわけでですね、まあ、あと他の心をですね、すべてグレードアップして、まあ、今回覚醒した心 S プラスを含めて、ですね、すべて、S4 つ、取っていきたいと思います。ちょっとグレードアップをですね、今やっていこうと思います。まあ、その間はちょっとカットしますけれど、ということで、はい、ちょっとグレードアップしていきます。はい、一通りグレードアップの方が終了しました。S について、はい、覚醒の心 S 一つと、それ以外の心 S が三つあります。まあ、あとはですね、まあ、B と C の心。となっております。真珠ポイントについてはですね、このギガモンの心というのはですね、グレードアップさせればさせるほど、真珠ポイント効率がいいということになっています。まあ、つまり S がね、一番いいということになっております。まあ、とりあえずね、63個あった心が、まあ、こんな感じでコンパクトになりました。まあ、心のね、ボックスも、
まあ結構限界が結構きつつありましたので、まあこれ、結構ね、スリム化できたかなと思います。はい、今に、上限2866で、2666となっております。まあちょっとね、見えませんけれど。まあとりあえず、はい、S が4つできたということで、まあその報告でございました。はい、まあ皆さんもね、心のギガモンデスタムアのね、心の集まり具合など、まあ、何らかのね、参考になりましたら幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ